パンポーン。こちらはエルデンリングの攻略動画となります。ネタバレを多分に含みますので、そういうのがお好みでない方はブラウザバックを推奨いたします。よし、じゃあここに来たらね、やっぱりあいつの実体がちゃんといましたね。で、一応インベントリをね覗いて鍵の説明を読んでみると、これね、クソ食いに渡された汚れた鍵とあります。怒っとるよ、怒っとる怒っとる。出せ、ここから出せ、もっと食わせろ、軽減させろ。Everything that matters to you. Everything. For generations to come. I am the Don't Eater. Don't Eater. ということらしいんで、ちょっと開けてあげましょうか。来いよ、クソ食い。あれ？敵対してないな。おい、誰だとはなんだ。ロー、出ろ、出る、ここを出る、殺してやる、念入りに怪我してやる。こいつマリ、あれか、みんなみんな次は呪われて生まれるように。お前呪われてんだな。子も孫もその先もずっと、あれ、マリア様、時計塔の、ずっとずっとその先も。こいつあれじゃねえか、あ、名前が出てこないけど、トレントくれた女の子のなんか母親とかをぶっ殺したやつじゃねえかこいつ。そうじゃねえか。あれ、でもこんだけか、こんだけだな。ちなみにここでぶっ殺すとどうなるのかな、ちょっと試してみたいですね。ん、どうなる、どうなる。あ、喧嘩になったな。オッケー。なんだその剣は。引っかかってるぞ。クソ食い。両手持ちか。いいぞ。やらせないよそれは。回復か。はい。剣かな。あー、なんか出血属性のついてそうな剣だな。もうないだろ、クソ食い。どうだ、じゃあな、クソ食いめ、汚え男だ。で、何が出る。意味兜、意味鎧、意味手甲、意味足甲、ミエロスの剣、ミエロスの剣か。体験、体験、体験。あったあったあった、ミエロスの剣。出血の状態異常、蓄積55。巨人の背骨から作られたというマグマガシー体験。左右の死突起は細く尖るように削られており、不揃いのノコギリ刃のように敵を傷つける。ミエロスは巨人としては矮小であり、ひどく醜く汚れていたという。ミエロスの絶叫、呪われたおぞましい絶叫を上げ、周囲の敵のすべての属性カット率とすべての状態異常耐性を低下させる。また効果中、強攻撃は連撃となる。ほー、面白いな。でも別にあの狂い人は何も関係ないのかこれ。しかもエレベーターに行くところがないという。エレベーターと関係ないんですかあなた。そうだよね、消えてるよね、いないな。あ、何もないのか。何もないか。兜は多分重いやつだろう。そうだね、角を折られた意味語を模した異形の兜、クソ食いの装備。それは彼の心象風景の現れであり、姿見に似た己の真の姿であるという。意味語の心、そうでもない、そうでない姿、こんなに苦しいことがあるものか。だったら全て呪われるがいい。クソ食いの装備。太陽のメダルはかつて彼が見た導きであり、その先でいつかま見える和の似姿であるという。あれ、太陽、太陽、そうか、まあ、殺してしまったらもうこれから先何もなさそうだな。敵対してなかったし。
よし、じゃあということで時間を巻き戻して巻き戻して巻き戻していきましょう。さあ来たが円卓には来てるのか、あいつは。あ、いるね。いるというかいなくなってるというか。オッケー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 。これでそっと街路の堀でお前を怪我してる。街路の堀ってどこですか。どうなんだろうな。ロデリカちゃん、霊たちの声について、以前お話した呪いを恐れる霊たちの声が聞こえなくなりました。うん、クソ食い様が円卓を出ている。悪いことが起こらないと良いのですが。なるほどね。街牢の堀、街牢の堀、街牢の堀ってどこだろうな。どこのことかわからんが、多分あそこだと思うので行ってみる。よし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 、わかった。ここにボーンと出てきた瞬間に王と街牢とデカデカ出てきましたので、多分この辺にいるんでしょう。ああもうあるね、いかにもない感じのところが。この辺降りてこっちとかか。クマ、あれクマしかいないぞ。クマしかいない？いやそんなバカな。なんか祝福がこの辺あってもおかしくないんだが、一応下見てみるか。通れるようにはなってるわけね。で、クマさん、あれ大きいクマさんか、ちっちゃいクマさんだよな、あれ。これを壊せるような大きいやつがいるはずなんだが、ここか。強っ。やべえ、 R2 長押しだったか。強っ。騎馬戦ってこうやってやるんだ。R2 長押しじゃん。てかこれ英雄墓じゃん、この作りこの作り、これ英雄墓だな。でしかもなぜかマリッカ様の反応があるな。これおかしいぞ。これ英雄墓じゃん、これ、この作り。いや全然気づいてなかったな。オッケーオッケー。アウレーザの英雄号。よし、まあとりあえずね、とりあえず放置しとこう。ドラゴンが来るのか、これは。マリカ像の反応があるんだよな。この上には多分行けないよね。かなり上だもんね。あれ、あ、いた。オグマいた。さあ早く。早速トレントに当たってしまった。ほっ、避けて回収して、オッケー。てかこれさ、あ、いける？もしかして、もしかして馬に乗りながらの方がいけるのでは。いって、いけないかもしれないです。やべ、あん、いけませんでした。いけませんでした。ん、どこ、ここ、あ、こっち側か。はい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 。なんか火焚いてるな。なんだあれ、パッチじゃねえか。ん、あ、違うわ、囚人さんだ。ほい、あん、誰だこの野郎って。お前だったか、カニカニ、カニ茹でてんな。言っておいた方がいいだろうな。お前には言っておいた方がいいだろうな。クソ食いを知ってるか。知ってます。食悪い意味鎧をまとった妖呪う狂人。はい、見ました。うん、決して近づくんじゃないぞ。 Stay well away。 みんな昔同じ牢に囚われたことか。あいつは俺みたいな小悪党とは違う恐ろしい男なんだ。ごめん、もう出しちゃった、そいつ。そこについて、魂を永遠に呪うために殺す。うん、死体を怪我したっぷりと植え付けるのさ、あいつの呪いを。うん、
俺はあんなにも吐き気がする光景は見たことがない。ただ怖くてガキみたいにすくみ上がっちまってたよ。友が怪我されていたというのに。あらあら、怪我された死体、不足以外には考えられない。ここらうろついてるんだ、あの恐ろしい男が。なるほど、仲良くしような。お前気をつけろよ、そいつ俺出しちゃったから。あ、まだいるな。いたいた。あれめり込んでない、あれ、あ、めり込んでない、あれ。ねえ、ロックオンできないよ。黄金パリ、黄金パリ、黄金寺の祈祷とともに盾を払い、敵の攻撃をそらし体勢を崩す戦技。少し離れた場、少し離れた距離でも有効となる。マジ強っ。先端パリが可能になるってことか、これ強いぞ多分。あーやっぱりか。そうか、さあ、まあねえな、勘違いした怖くてもにはふさわしい最後ってわけだ。なあお前、助けてくれよ。俺は呪われたくない、死ぬのはいい、だけど今度こそ真っ当に生まれたいんだよ。さあお願いだから。貴様、許さんぞ。許さんぞ。カニ、お前は後だ。お前は後だ、カニ。カニ、邪魔だ。どいてろ。うっとうしいぞ、カニ。トンボもうっとうしいぞ。くっ、カニ、うっとうしいぞ、カニ。カニ、うっとうしい、やめろ。おい、クソ食い、お前に似合いの最後だぞ、そのカニは。ほらよ、じゃあな。あれ、クソ、カニにやらせて、カニにやらせて。よし、貴様の似合いの最後だ、そのカニはな。邪魔邪魔だお前は。まったく、ミエロスの剣、畜生、あいつ。はあ、そうか、すまないな、俺のせいだ。いやー、胸くそ悪いなあいつ、許せねえ。まだ生きてるぞ。どこに消えやがった。一回祝福戻るか。あれ、またやってきたのか。揺るがぬ率であると。そうか、あ
いつまた来たのか。ぶち殺してやれ。いるじゃねえか。おい、何お前悠長に座ってんだ。そしてなぜ自分で縛っている。どうやって縛った。何うめいてやがる。呪う、呪ってやる。全て呪われて生まれるように。子も孫もその先もずっと呪いが終わらぬように。ないどこ使ってやろう。おムービーあるのか。あムービーはなかった。なんかあすごい、あ気持ち悪い音が。何？荒い息だけだな。黄金律よ呪ってやる。お前はきっと怪我してやるぞ。そんなもんか。俺はこの下に行きたいんだけどな。じゃあもう一回戻るか。さあローデリカちゃん、あいつがどう変わったか教えてくれ。霊たちの声について。また聞こえなくなりました。前回とは違う。囚われを逃れた。あなたがそうしてくれたのでしょうか。囚われを逃れた。じゃああいつまたいなくなったってことか。あいつ赤霊だけで人をやってってるってことか。つまりあそこにいる状態で次は何もなしか。でもまだあるんだよね汚れ。あれ汚れなくなってる。あれなくなってるね。3つぐらい持ってたと思ったんだけどな。あら3つ全部あいつに埋め込んだの俺もしかして。じゃあまた行ってみるか。あれまだちゃんといるな。何か変わったのかおいお前。特に変わってないな。そうか。じゃあこの地下どうやって攻略するか。また探さないといけないのか。めんどくせえ。でこれ飲んで恵みの祝福は使えないか。なるほどこいつだ。まあいつ見たらこれを使わないとダメだな。動画をね自分で確認してみたところ、まずは土管にね、あのイミゴたちの横の土管みたいなところに入った先をまだちょっと探索しきれてないのと、あとは一回落下死した時にザリガニが下にいまして、でそいつのところどうやら行けそうなるんだけど、道がないということは飛び降りていくんだろうというふうに解釈しまして、今回はその方面でやっていきたいと思います。とりあえずここね、ここをちゃんと探索できてなかったので、ちゃんと探索していこうかなと。でまずは後ろね。でこっち側だから終わりだ。ここが上に穴あったところ。ちょっと待ってね、分かんなくなる前にもう一回ちゃんと戻って位置を確認して、あそうだね、ここが穴あったところで、下に行く道も行き止まりですと。はい、じゃあこっちは行き止まりだね。扉があってスカラベちゃんがいる。このスカラベちゃんは前飼ってないから多分ここにいるだけで、左右どっちかに確か敵がいたんだよな。あ、いた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 。しまったな、今のスカラベちゃん狩ればよかった。
あ、2発だね。オッケー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 。で、外に、外のインプたちが暴れる。で、ここも行き止まりと。こっちが行き止まりだな。こっちだね。で、逆側に行きましょうと。後ろ側は全部行き止まりと出口だけで、逆側がネズミちゃんがいる。ネズミちゃんの左に私を誘う。で、何もない。このさらに左は下があるか。まっすぐ行く道と左に行く道。左に行く。ネズミちゃんは、あ、ここなんかちょっと来た。で、3回の隙でやれる。で、こっち側に行くと落ちる穴がある。で、この落ちる穴は確か落ちたんだよね。一旦落ちたことがあるでしょ。で、下の道につながってたはず。で、こっち側にもネズミちゃんがいる。で、ここはこっち側右側に進んでいき、で、オオネズミ。あ、オオネズミ見たな。でも OK。 なぜ取れん。こっちが落ちてないんだな、多分。あれ、こっちが落ちてないんか。ちなみにさっきの道まっすぐ行くとここに来るかだけちょっと確かめていい？ここに穴があって、ここは確か降りた。で、降りて道を繋いだはず。さっきの道をまっすぐ行くとここだよね。そうだね。よし、行こう。で、バジリスクが後ろにいて、1、2、ん？ここがもしかして俺来たところか？あぶね。かもしれんな。あれ？違うか。ああ、こっちが来たところか。しまった。ここを降りて、で、後ろはもう行くところがないから、あのネズミちゃんに誘われて、で、こっち側に行くと。で、ネズミちゃんがあそこで砲を止める。あ、外れ倒せる。で、次はこっちだな。ここだね。あれ、でもここもここか。で、こっち開けたところか。で、こっちか行ってないの。なるほど。じゃあどっちにしろか。で、こっちに行く。あれ、階段がある。降りる。ここ見てないな。ここ見てないですね。ツボ！あれは大ツボ、小ツボは。あー、来た、エレベーター。ツボですね。おツボさんはちょっと、まあいいので。うわお！ここ、ここ。危ない、危ない、危ない。ここに来たかったの、ここに。はい、オッケー。ここが最下層かな。しかも祝福ありと。大正解だね。じゃあ、あのエビがいた下とはまた別のところか。ここなんていう、なんていうとこ。ここ意味捨ての底。そこに来たか、ついに。ああ、これがあるってことはちゃんとエリアが進んでるってことだね。